はい、こんにちは。それでは早速スタート。ただいま。はい、ということでね、今日も桜チャンネルやっていきたいと思います。はい、今日はですね、ダイソーの方で収納系のねグッズを購入してきたので、その紹介と、あと私のね、いろんなものを収納していく動画になります。イエーイ。それでは一つずつね紹介していきたいと思います。今回購入したのはね5点ほどかな、確か。そうそうそう、なので一つずつ紹介していきますね。はい、ではね、まず紹介するのはじゃーん。はい、まずはちっちゃいのから紹介していきます。こちらはですね、名刺ホルダーになります。そう、前回ね吉祥寺コレクションでもいろんな方と知り合ってですね、結構名刺をいただいたんですね。でもうちょっとね、こう持ち歩きのね名刺入れが結構バンバンになっちゃったので購入してきました。かわいい。3枚、1、2、3っていうのがずらーって入ってる感じです。これを購入してきました。はい、こちらはですね CD を収納しようと思って購入してきたカゴになります。これはね CD が20枚入るもので、これはですねラタンバスケット K ホワイトっていうものになります。 CD が20枚入るものです。次紹介するのが、こう結構似てるものを買ってきたんですよね。次はね、じゃーん、次購入してきたのがこれになります。これはですね、私ノートとかが結構溢れてて、そうレガリアの A4 バスケットっていうんですけど、こちらにねノートをたくさん収納していきたいなと思って購入してきました。はい、これすごい可愛くないですか。この柄がおしゃれですし、結構いいなと思って、大きいですし、ね、紹介するのがこちらになります。はい、これはですね A4 のクリアブックなんですけど、これにいろいろと説明書とか、なんかいろいろとあるじゃないですか、ついてくる保証書とか、結構大事なもので取っとかないといけないものってあるじゃないですか、とかそういうのを買った時に1年間保証とか、そういう保証書とかをこういうのにちょっと保管したいなと思って購入してきました。こちらはねピンクなんですけど、結構薄いピンクで派手すぎなくていいかなと思って、でね、これは40ポケット、このね中のシートが40枚入ってるものになります。はい、ということでこれを購入してきます。次ね、ラストもさっきと似てるんですけど、ちょっと大きいサイズになります。じゃんじゃん。はいはい、ひょっこりはん今流行ってるひょっこりはんでございます。はい、でねこちらはねこういう感じでおしゃれになってるんですけど、これもねちょっとノートをね保管したいなと思って購入してきました。私はですねノートが多くてですね、なのでいろいろとノートを収納するためにカゴを2つ、あとは CD を保管するために1つと、あとは名刺とか保証書とか書類をね保存するためのファイルとかを今回は購入してきました。収納していきたいと思います。ということで、まずは CD から入れていきたいと思います。じゃーん、まだまだあります。はい、これと、なんかちょっと流れが、これでしょ、これでしょ。じゃあまずはこれにねちょっと詰めていきたいと思います。 CD、 まずは懐かしいのが、じゃーん、これは嵐の CD、だいぶ前、私が小学生ぐらいの時に買ってもらった嵐の CD です。はい、これをできた。こんな感じに収納。じゃーん。じゃん。こんな感じで収納がされました。はい、このね、iPhone の箱。この iPhone の箱を有効活用しています。
でね、これ CD のボックス、はい、こんな感じ。前ね、私ね、そう、結構医学の勉強が好きだったので、こうやっていっぱい入ってるんですけど、で、こういう風に前に置いて、で、これもこんな感じでちゃんと順番に並べて、で、この犬とね、で、これがノート。ここにね、私は結構手紙とかが書くの好きだったので、結構メモ帳があるんですよ。で、これこの間フライングタイガーで買った袋、これ全部こういう感じで、こういう感じでね、全部は年賀状とかもこれで、で、ここ全部メモ帳こうやって収納しました。これが名刺入れでしょ、さっき紹介した。で、これがあの結構重要な書類とか保証書が、保証書入れ、保証書を入れるために購入したもので、これが確定拠出年金はい、これ分厚いんですよね。こんな感じになりました。はいはい、どうだったでしょうか。はい、もうだいぶ2時間ぐらいかかりました。はい、無事ね、片付け終了しました。ほんとなんか、あの書類入れとか CD、 ほんとね、 CD とかね、ノートとかね、結構溢れてて、棚にね、こう置いてもこう倒れちゃったりとか結構してて、まあ、もうどうにかならないものかなってずっと思ってたんですよ。結構なんか片付けとかって結構体力いりますね。あー、だいぶ疲れた。いい運動です運動になってるかな、運動になってるかどうかわかんないんですけど。ということで、今日のさくらチャンネルはこれで終わりたいと思いまーす。ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。